はい、こんばんは、どんチャンネルです。7月9日の夜、今雨止んでるみたいなんだけど、明日も雨かな。昼から、ちょっと降雨確率50%なんで、ひょっとしたら昼過ぎたら走れるかもしれません。ちょっとね、まだ我慢しなきゃいけないですね。今からちょっと雑談なんだけどさ、自分もまめに動画を上げてるとさ、コメント欄にいろいろ感想とかさ、それぞれ皆さんいろんなご意見をお持ちの方がね、書いてくださるわけですよ。んで、自分のポリシーとしては、あんまり変なコメントじゃない限り、できるだけ返信して、やりとりできたら面白かろうっていうのがあるんだけど、時々ちょっと対応に躊躇するのもあるんですよね。センシティブな内容とかもあって、一応そのやり取りしている内容が他の人も見れるのが原則なんでね。あんまりなんていうかな、文字のやり取りだけで本当に分かり合えるっていうこともちょっと自信がないんで、あんまりセンシティブなことについては、自分読みましたよっていうハートマークだけとかいいねっていうのをね、押すだけにすることとかもあるんですよね。例えば、この人、コメントくれたこの人を、どうこうっていうことじゃなくて、例えば、こんなやりとりがありましたよっていう、雑談のお披露目っていう形で受け取ってほしいんやけど、私がある事故の動画をアップしました。で、なんでこんな事故起こったんだろう、気をつけないといけないですよね、みたいな趣旨で、日頃あんまりコメントくれで、くれる、あ、日頃コメントをくれる人じゃない人、あれ、このアイコン初めて見るな、みたいな感じの人のアイコンが、コメントがあって、それ読むとさ、真のライダーの私の意見としては、まっすぐも走れないようではお話になりません。以上。みたいなね。なんか自分のことを真のライダーって定義している人って、ナルシーな人なのかなみたいな感じでちょっと警戒するじゃないですか。で、一応返事はしようと思ったんでね。自分の返事は、150cc クラスだと、簡単に、かっこ強風に煽られてしまいませんか？ね、コメントありがとうございますっていうことを返して、真のライダーって何に乗ってるんですか？みたいなコメントを返したんですよ。自称真のライダーさんはどんなバイクに乗ってるのかっていうことの方が僕は気になったんですよね。ほんで、返事が来て、外車のバイクです。バイクでも車でも強風なら煽られますよ。そりゃそうだって。外車、元口とかハーレーとかね、結構でかい系の外車のバイクに乗ってる人かなというふうに私は認知しました。ほんで、一般論でね、返そうと思って、状況をわきまえて乗らないと、一般道でも高速でも、常にリスクや付きまといますねっていう、当たり障りのない一般論で返したと。で、その返事が、調子に乗りすぎですからね、大型乗りは。だから事故を起こすんですよ。私みたいに、おしとやかに、まろやかに、鮮やかに、華麗に運転しとけば、ゴールド免許取れるのです。この人結構ナルシー入ってるのかなって思って、自分で自分のことをね、どう定義しようと自由なんだけど、ゴールド免許を持ってるっていうことは、違反もしてないぜっていうことの、念押しくなのかなと思ったんですよね。んで、ゴールド免許だったら自分も持ってるんで、自分の返事としては、自分もゴールド3回目ですかね。更新がね。
まあでも実質ペーパーなので、でもゴールドはゴールドっていうふうにちょっと笑いっていうアクセントをつけて返したんですよね。ほんで、まあこの僕はペーパーっていうのをつけたもんだから、彼はさ、乗らないともったいないですよ、乗り物に乗らないとお仕事も行くとき帰るとき困るでしょ、だからこの方の考えとしては、仕事の行き帰りは乗り物に乗るっていうのが常識っていうか当たり前なんでしょうね。いやでも、いや自分はそうじゃなくって、自分の返事ね、ご心配なく自転車で事足りていますって別にバイクに乗る必然性はないから、自転車で日頃移動してるんで問題ないですっていう返事をしたらね、自分ご心配なくっていう返事をして、それが彼に引っかかったんでしょうね。ご心配じゃなくてもったいないですよ、免許あるのに乗らないなんてっていうのが来て、免許があるんだったら乗ってて当然っていう考えの持ち主なんでしょうね。で、自分とはちょっと感覚違うかなと思って、そこは感覚の違いですかね。乗るニーズもないのにわざわざ買わないでしょ、バイク買わないでしょって、大型免許を取得したのはアメリカ大陸横断するのにハーレーに乗りたかったから、練習がてらに自動車学校に行ったんです。国内であんなに重たくて取り扱いが面倒な乗り物に頼まれても乗りたくありません。この前でかい、電動バイクの体験ツーリングに参加しましたけどね、今のところそれ以降バイクに乗っていません、乗りたいとも思いません、あしからずっていう、まあ自分の考えをボンって返しちゃったんですよね。そしたら彼はなんて返事をしたかというと、でしょうね、やっぱり大型とかいりませんよね急になんかこう おとなしめの返事が返ってきたんですよ。あれ、あ、だから自分がアメリカ大陸横断したっていうことで僕がマウント取ったような感じになったのかなと思ったんですよね。ああこれちょっとあれちょっとあれかなと思って、ほんで自分の返事は、乗りたくなったら乗りますし、今は特に必然性を感じてないんです、アメリカ大陸横断した時に10年分走ったような気分になりましたっていうことをね、まあ返事したんですよ。そしたら、私からしたらもったいないな、もったいないな、あんなバイクもこんなバイクも乗れるのに乗らないなんて、羨ましいですよ、乗らないのが羨ましいと今度言い出したんですよね。で返事は繰り返しになりますが、そこは感覚の違いってことでありがとうございましたって、もうちょっとあまりこうやり取りをずっと継続する気もなかったんでね、んたら返事が来てたんですよ、知ってますよ、私の言い分をあなたのことと比較しなくて良いのです、あなたはあなた、私は私っていう返事がね来てたんですよね。僕この返事を見落としてたんですねだからね、なんかバイクに乗る乗らないっていうのは、まあ、人から言われてもったいないって言われたからじゃあ乗ろうかなとかいう風にはならないじゃないですか。まあファッションで乗ってる人もいてね、まあ別に必要がなくても、俺は趣味、バカンスとしてバイクに乗っていて、でかいバイクにボーンと乗っていて、そのバイクを磨き上げて、こう、いろいろこう、ファッションパーツとかを取り付けて、どうだみたいな感じで、週末にこう、流すのが俺の快楽なんだっていう人も別にいてね、それはそれで全然いいし、まあ僕が一番、ガンガンバイクに乗ってたのはやっぱ1980年代真ん中ぐらいで、まあ通学、バイク、あとバイトに行く。で、どこに移動するにしたとしてもね、すごいバイクが便利だったんですよね。で、その時にはまだ駐車問題が起こってなくて、まあ歩道にね、好きなところを止めていても、まあここやったら道路の隅、歩道の隅に止めとって迷惑にならないからよかろうと思って止めて、とけば駐車違反の切符を切られた記憶がないですもんね。それがまあ平成に入って、
まず自転車がさ、歩道にあふれるようになったんですよね、自分が住んでる福岡も。それで市営自転車駐輪場ができて、まあ、自転車あそこに止めなさいっていう風になったんだけど、まあ、バイクの止める場所はどうなるんですかっていうのでちょっと揉めたっていう経緯があって、まあ、そんなのもバイク止められん、わざわざこうバイクを止める場所を探すこととか、そういう時間とか労力が自体もったいないから、いい、俺も歩いていくって言ってね、それから天神とか博多駅に歩いていくようになったんですよね、うん。まあ、それが結局有酸素運動をするようになって、まあ自分の健康維持のためには良かったのかな、まあダイエットにもなって良かったのかなとは思うんだけど、まあ自分もさ40、50になってもう考えが広くなってさ、日本のあちこちに行ったりするじゃない、例えば広島に行ってもそうだしさ、だから何々市っていう自治体があって、その市の、まあ、JR の駅の周りとかはさ、今ほぼほぼどこでも放置自転車禁止区域になってるのね。だからまあ今から考えたら、こう都市部の人口はずっと増えていく、人口が過密化していくっていうのはもう逆らえない運命でさ、そしたら歩道を歩く人も増える、自転車も増える、うん。そしたらどこでもここでも自転車止めていいっていうことにはならない、自転車駐輪場を設置する、それは自治体が主導するんだけど国が補助金を出すっていうふうにね、そのバックグラウンド、デザインがもう決まってるんですよ。それは誰が決めたのって言ったら、そのやっぱりこう国土交通省の役人とか官僚とかがさ、そういうふうにデザインしたわけですよ。日本の街づくりはこうするんだって。そのデザインの中に自転車駐輪場を設置するっていう概念はあったんだけど、なんだっけ、バイクを止める場所を設置するっていう概念はなかったのね。だから結局バイクはもう止める場所がなくなって、お買い物に行く、通学に行く、通勤するにあたってどこにでも止められて便利だなっていう乗り物ではなくなったっていうことなんですよね。だから自分平成入って以降乗るのがはばかられるようになって、21世紀に入る前に、まあ、車もバイクも全部処分したんですよね。で、まあ、乗りたくなったら乗ればいいやと思ったんだけど、それ以降バイクの駐輪場が増えるわけでもなしさ、まあ、僕が住んでる福岡市は相変わらず人口は増える一方でさ、まあ、だんだん東京化していってるんですよね。だからまあ日常の生活をする上での足としてはバイクを買うっていうことはないし、まあ、電動バイクを買おうとも思ってないっていう、まあ、自分のリアルですよね。自分の健康のために歩いていくけん別にいいよって、うん、駐車スペースがあるとかないとかで揉めるの嫌だしみたいな、うん、まあ、そんな感じですね。はい、最後まで見ていただきましてありがとうございます。またのご視聴お待ち申し上げております。失礼します。